フチネドバルは小説ドラゴンラージャに登場する架空の人物、同作の主人公。生命のアクセントはネドバル。父親はろうそく職人で、母親は昔アムルタットに殺された。このこととアムルタットのレアに群がるモンスターたちの襲撃から深くアムルタットを憎悪している。父親とはとても仲がすく冗談を言い合う中、母親を深く愛している。 父親のことを、親父、母親のことを、おふくろ、母ちゃんと呼ぶ。父親は、第9次アムルダット性抜軍に参加し、第4部隊に所属した。その後、ヘルタント死者やデートリヒ、ローネンと共に、ゴブリンの捕虜となった。ネクソンの反逆を暴いたので、勲章をもらい、クラドメッサの剣では国王に、白爵の地位を賜った。タイバーンからは、 物事がうまく見抜けないので、目の見える猛者、ヘルタンとの皆なからは、幻影のオーガと戦いしにかけた時に、ジェミニー。と叫んだので、レディジェミニのナイト、フチキョウ、多くからは巨大な岩を軽々と持ち上げたので、ロウソクモンスターと呼ばれる。料理が上手で、パンケーキとケーキが得意。バイサス・インペルでは、ぬくもりと喜びに満ち溢れた台所のための料理100、1000を買った。 家では、いつも上半身裸で寝ていたので、朝起きるとそのまま頭を水桶に突っ込むという、荒い洗顔をする。夢では、アムルタとジェミニ、父親、母親がよく出てくる。家は、村の外れにある。カールが、ヘルタンと死者区のイボテだと知る数少ない人物。また、サンソンの婚約者の名前も知っているらしい。ジェミニとは、恋人のような関係で、 何回かキスしたことがあるらしい。また、秘密の隠し場所を知っていて、日記を盗み見したこともある。幼い頃には喧嘩して、足を二度、腕を一度折り、鼻筋の皮を剥がされたり、水たまりに落とされてしばしば風邪をひいたことがある。外世器を引っ張られたこともあり、父親がジェミニの父親に、婿にもらってやってくれと頼んだほど、現在では立場が逆転している。 自分では、思春期が終わったと言っている。フチの名前の由来はもともと高ガンから取ったもの。フチが、ハルシュタイル家に潜入するために女装した時の名前。山村曰く、あの姿でヘルタントでパレードしてほしいらしい。ありがとうございます。